どうも、ベタです。パーサーがやっていきたいと思います。はい、本日は、第一ふるさと高校で、天才センターバック作っていこうかなと思っております。で、デッキの方は、なでしこミーナ、ウンティティ、ハローエンキドリ、水着の相原、で、怪盗キット、ゆかたの、イコマちゃん。この6人でいきたいと思います。まあね、使えるセンターバック、試合で活躍できそうなセンターバックを作っていきたいと思います。そして、第一ふるさとって、やっぱりディフェンスとパワー、ね、筋力と敏捷余りますので、これを、取り立て野菜を持ち込んでね、101目指していきたいと思います。で、アイテムの方は、天才の入部届けと恋愛成就の守り。しっかりと前へ進んでください。あと上の方はイベント少ないんで、前へ進んでくれればいいです。では、とりあえずやっていきまーす。イコマちゃんは踏みたくないんで、イコマちゃんスルーしていきまーす。はい、回答キット。さあさあさあ。さあ。いい感じに来てくれよ。頼むよ。はい、原行きましょう。はい。お、ショートカットしなかった。はい。そして、キドリちゃん、体力回復はいらなかったね。で、怪盗キット、相原。これ怪盗キットでもいいな。でも相原ですね。はい。で、キドリ。キドリは、でもまあ、行こうか。はい、イコマちゃんしょうがない。はい、オッケー。で、相原。しっかりと練習にね、来てね、お願いします。で、イベント用進んでください。うんちてぃ。で、ここは、守備。機械は、今回覗いていこうかなと思ってます。まあ、機械はなしでいいでしょう。で、どうするか、怪盗キットか、キドリか。怪盗キット行きましょう。1回目。来なかった。残念。まあでもこの相原のイベントが来てくれるのはありがたい。評価が上がってなかったからね。はい。評価しっかりと上げていきましょう。でこれはさすがに、キドリちゃんもらっていきます。はい、キドリちゃん、告白、早めにお願いね。お、キドリ。でも、これは、臨床でいいや。いいです。いいです、いいです。で、回答キット。1回目。さあ、来い。ああ、来ない。で、これは、筋力にしとこう。まだ臨床より筋力の方がもらえる気がする。あ、もらえない気がする。はい。はい、いいね。大成功。ナイスでーす。で、告白来ましたね。キドリちゃんの告白来てくれた。あとは相原だ。相原がな、評価まだ上がりきってないんですよね。多分。で、これやって、土木行って。はい。では、相原行っちゃいまーす。はい。これで相原告白来てください。お願いしまーす。それじゃない。告白だ。告白が来てほしい。で、そろそろ天才が来るね。天才が来るね。じゃあもうオフェンスも上げといてあげよう。いいよ。上げといてあげる。で、スピードガツガツ上げちゃってと。はい、これでいきましょう。で、種まき短縮したいよな。種まき短縮したいんですよね。種まき、来い。で、相原告白。来ない。残念。で、天才が覚醒しました。千丸来てください。残念でした。残念だなぁ。それは残念だなぁ。で、怪盗キット。一回目。おい、オッケー。で、相原。これじゃないんだよなぁ。はい。こまちゃん。大成功。いいよ。はい、ものづくりいいよ。で、これ一個いって、あとは、芝かな。あー、グランドブラシ掛け、ブラシ掛けだっけ。ブラシ掛けいこうか。はい。で、怪盗キットいきましょう。2回目。さあ来い。お、相原来た。いいよ、送っていくよ。
俺と付き合ってよ。間に合ってね。頼むよ。で、生駒ちゃんは行かない。矢部坂だっけ？誰が行ってる？矢部坂いるね。矢部坂、ワンチャン来てくんない？さあ来い、矢部坂。ああ、来ない。残念。まあ、もうこれで短縮は狙わなくていいかな。はーい、大成功でーす。ナイスでーす。そして、まずは、スピードでも上げとこうか。で、この辺を終わらせていきたいんですけど、3ってあったっけ ?2か。じゃあ、2を終わらせて、行こうかな。はい。で、出てきます。デートこなしておきましょう。で、キドリちゃん、これは筋力じゃなくて真ん中でいいな。精神もらっておきます。体力回復と精神。経験点的には筋力の方が倍ぐらいいいんですけども、まあいいです。体力もなかったしね。はい。お、いいね。大成功。来ないな。来ないね。基礎作りいきます。イベント、しっかりと起こってね。頼むよ。そして、気取り行ってきまーす。おー、マジか、それはいらない。で、生駒ちゃん。はい、OK。こっちなら評価が低い。もう一個の方だと評価10何本あるか、17上がるかな。それがちょっと辛い。はい、お願いする。で、どうしよう。2ターンやるか。残り2ターンですね。はい。では、回答キットとか来ない？うんちちか。キドリちゃん行こう。終わらしときます。今のうちに終わらしときます。美味しい練習後できたらね、それ踏みたいんで、終わらしておきましょう。で、相原の告白そろそろ来てね。進みが悪い。で、回答キットがいた。では、回答キット。2回目。さあ、来い。来たー。ナイス。いいよ。で、これか。勝負を挑む。生駒の評価がどんどん上がっていく。ちょっとそれはやばい。はい、大成功。いいよ。で、これで何をしていくか、まずはここら辺をちゃちゃっと上げていきたいんだよな。スピードから、フィジカルから、フィジカルで、綱引き。あ、生駒ちゃんこっち残してよかったな。まあ、いいか。エアレーション行くか、どっち行くか。ビル工事行こっか。はい。そして回答キットが、いない。じゃあ、キドリちゃん。もうデート済ませるしかない。3回目。もうでもデートやると結構厳しいんだよな。では、相原。相原がそろそろ来てほしい。そしてこれは下ですね。はい、ナイス！よー、ナイスです。で。もうこれ踏みたくないんだよな。見たくないんだよなー。じゃあ、ワンチャン短縮。はい、生えて、種まき。来い。来なかったけど、相原来てくれました。よかったです。これで OK だ。これで OK。これで相原のデートを何回か踏もう。で、これはダッシュ。はい、いいねー。そして回答キットがいればいいけど、いないんで、これ相原踏んどきます。はい、相原。で、筋力技術もらっておきまーす。はい、オッケー。で、これボール出してもらっとこう。一応ね。はい。いいな。
いや、結構マイベース住んでんのかな？ミーナに会いに行こう。そこまで住んでないか。まあでも、もうちょっと住んでほしいかな。で、カイトキットいないんで、これもう一丁、相原行きまーす。で、技術もらっときまーす。嬉しいけど。はい、マイベ。マイベ。来いよ、マイベ。はい、物作りが全部終わっていきますね。はい、うんじり、要所だけ掃除。はい、ありがとうございまーす。ナイスです。成功ですね。で、そしてパワーのコツいただきたいです。パワーのコツいただきたいです。で、力比べとか行きたいから、まあ、これはこうだな。で、トンネルも行っときたい、猫舎も行っときたい。8だろ？ 8 だろ？トンネル行っちゃったら猫舎行けないから、こうだな。で、トンネル行きます。いや、猫舎行きます。あ、猫舎じゃなくていいかもな、これ。こっちか、初級トレーニングの方がいいね。はい、これで行きまーす。では、怪盗キットいれば行くけど、いないんで。お、イコマちゃんが評価上がってるな。まあでもこれ、この評価ならまだいける。相原踏んでいきます。相原を上げていきます。どんどん上げていきます。応援するよ。で、もうイコマちゃん、告白来ちゃ、あー、これあるからちょっと厳しいか。取ってもらったら？ちょっときついかな。まあ、告白来てもいいんだけどな、正直。で、イコマのコツを絶対踏んだらダメ。じゃ、もう一丁相原行きます。もう終わらせていきます。相原終わらせていきます。はい、乗り込みましょう。はーい、OK でーす。怪盗キットが来てほしいなー。練習に怪盗キットが来てほしいなー。怪盗キット、キットいます。さあ、3回目。3回目来てください。お願いします。練習後イベント。OK、ナイス。あと2回。あと2回。あと2回です。で、イコマちゃんも、ここは来てもいいよ、もう。多分大丈夫だ。多分大丈夫だ。はい。で、そして、ここは何行こうかと言いますと、父牛と、力比べでもいいけどな。父牛と力比べが。どうすかな。行く？行きたくないな。中級トレーニング行ったとしても、トンネル行きたいな、トンネル。トンネル行きたいけど、二つってないんだよな。じゃあ中級トレーニングと父牛行こうか。はい。エリコマじゃない。あ？でも、あ、無理か。父牛行きます。はい、いいでしょう。さあ。これは怪盗キット踏んでもいいけどな。18% でしょ？行きましょうか。怪盗キット4回目。ぜひ来てください。で、ちょっと敏捷溢れそうなんでディフェンス振っときます。ディフェンスはコツが来ないからね。振っときます。はい、では行きましょう。怪盗キット4回目。さあ来い！あー、来なかった。まあ、悪くはないよ。悪くはない。で、サッカーが上手くなりたい。さあ来い！生の川。オッケー、いいよ。で、評価的に、これ、ひどりちゃんのここ、デート行きたいんだよな。いいよね。行っちゃっていいよね、もう。ひどりちゃん行っちゃいます。はい。で、相原ひどり、4回ずつ終わりました。生駒ちゃん、告白来てください。ちゃちゃっとお願いしまーす。これで相原も満点もらえるんでね。結構いい感じに進んでます。で、イベント進め、イベント進んで、前部。ああ、進まないか。では、猛牛オーレ。行こうか。猛牛オーレか。これ行ったとして、残り6、7体。トンネルだろ？サラブレッドの特訓で残り5だろ？
5は微妙なんだよな。うん、じゃあちょっと考えていきましょうか。じゃあ残り1ターンであれでしょ。だからこれやっちゃって、これやって待っていいな、それでいいや。オーバーシートやって、で一旦待って、他のやつと一緒に行こう。 OK、 これで行こう。で回答キット行きましょう。回答キット4回目来てください。お願いします。来ない、残念。で生駒ちゃんの告白早めにお願いします。はい、相原いいよ。で、ものづくりを、6と2ができるはずだから、あ、でも土木がそんなにいないと。お、やっちゃったぞ。どうする?さあ、どうする?8人だろ?じゃあこうするしかないよね。こうしよう。ビニールハウスでいいよね。いや、俺こっちの方が好き。で、回答キットいますか?いないね。じゃあもう相原のデート終わらしちゃいます。はい、相原。おーっと、マジか。残念です。で、回答キットはいる。では回答キット4回目さあ来い。来ないか。で、前入れが怒らないとちょっと厳しい。はい、大成功、ナイスです。はい、オッケー。コンティティ上級もやりたい。こっちもやっとかないとまずいんだよな、そろそろやらないとまずい。やっていきますと、バイオマスはやらない。上級よりこっちだな、先。ちょっと土木が進まなすぎてる。バイオマス行くよね。まだだな。猫車。で、ビニールハウスでも行くか。ビニールハウス行ってきます。はい。では、これで行きましょう。微妙。相原行っちゃいます。でも、ウンティティのコツもらうのもありっちゃありだけど、相原いっちゃいます。はい。で、生駒ちゃん告白来てください。生駒ちゃんね。はい、バリケードもらっていきまーす。ナイトだ。はい、生駒ちゃん告白、ナイスです。緊張しなくていいのに。はい、OK です。これで回答キットいなかった生駒ちゃん踏んできるね。おっと、前指が済んでこない。で、回答キット。行きましょう。4回目。さあ来い。矢部坂来るな。あー、飛び高来たか。まあいいや。はい。まあトンネルが済んだから。まあ。で、前指。OK、ミーナ。で、これはスライディングについて。で、パワー上げていきましょう。パワーをしっかりと上げていきます。ミーナがパワーアイゾンっぽいからね。はい。で、ここで何するかと言いますと、残り2ターンだもんね。測量トレーニングやって、測量やって、残り3。どうするかなんだよなぁ。ちょっと、
待ちたいからこれやっとこうか。はい、あーこっちだ。はい、行きます。で、怪盗キット、怪盗キットがいました。やべさか飛びた来るなよ、やべさか飛びた来るな、来るな、さあ来い怪盗キット。あーもう違うんだって。まあ、トンネル早く進むけどさ。で、告白来なかった。告白が来なかった。で、どれ行こう。上級トレーニングだな。上級トレーニング行きましょう。で、何残すかっつったら微妙なんだよな。うんちち残そう。はい。はい、では回答キット。回答キットがいない。ミーナありだな。ミーナありだよ。どうしよう、ちょっと守備上げます。印象が余ってる。で、テクニックもそこそこ上げます。そこそこ上げます。で、スタミナも上げようか。はい。で、デート、イコマちゃん行っときます。イコマ。はーい、オッケーでーす。で、前部。前部起これ、前部。あと、ウンティティが、ウンティティが2回、ミーナ終わり。さあ、ミーナ来い、成功して、ナイス、ブレイブタックル。いいですね。いいっすね、いいっすね、いいっすね。で、ここでイコマちゃんをババッと終わらせていきたい。いや、きついんだよなぁ。サラブレッド対決できるから、まあいいか。で、とりあえず、スピードのコツももらっておきたいから、イコマちゃんに出動させて、で、サラブレッド対決やらせて、で、残り3人何しますかっていうのが、キャプテンシーもらっとこう。はい、では、怪盗キット、いるね。さあ、種まき来るな。種まき来るな。怪盗キット来い。4回目。おー、ナイス。あと1回です。あと1回。マックスまであと1回。オッケー。お、ヒコマちゃんか、ありだな。ヒコマちゃんはありなんだよな。でも、敏捷なんだよな。もらっとこうかな。もらっときましょうか。結構デート、余裕ありますからね。ヒコマ。さあ、何くれる？敏捷いらないよ。コツ。おー、奪還。いいでしょう。で、デートはあと5回。あと5回なんで、まあ、いけるでしょう。はい、大成功、ナイス！さあ、これと対決。で、ネオシバカリキ行きたいけどなぁ。行こっか？掘削トレーニングだな。とりあえず。で、バイオマス行ってもいいけど、もういいけども、これ行こう。はい。で、怪盗キットラスト行こうか。ラスト怪盗キット行きたいけど、敏捷。使いたいんだよなぁ、敏捷。スピード使いたいけど、スピードまだ上げたくないんだよな。スピードコツ来るから上げたくないんだよな。奪還もまだ来るし、タイエースもまだ来る。ファーストボール取っちゃおっか。途中出場も取ろう。はい、いいです。では回答キット、ラスト5回目。さあ来い。おー、ナイス。終わりです。回答キット終わりです。あとはデートで、前でどんどん進むね。頼むよ。はい、では、行きましょう。はい、終わりました。すいません。1対1でした。ちょっと勝ちきれなかったっす。ちょっと油断したら、やっちゃいました。すいません。まあ、ここで、まあ、経験値落としましたが、まあまあまあ、しょうがない。申し訳ない。で、イベントが進まなかった。イベントが進まなかった。それ結構辛いな。とりあえず、トマト踏んどいて、で、イコマちゃんのデートでも行っておきましょうか、これは。イコマのデート終わらせていきまーす。イコマ。はい。イコマあと3回。で、気取り1回。まあ問題ないでしょう。まあ井戸端は来ないと信じてます。前部、埋まってるからね。多分来ないです。6429。さあさあさあ。うまいこと言ってください。で、奪還取れたから。
で、ワンチャン、来い。ああ、残念。残念でした。で、そろそろ行こうか。これ行っとかないとまずいよね。でも生駒がいないとちょっと辛いか。まあ、いっか。人間発射台を終わらせていきます。じゃあ。で、残り4人で何しましょうって感じですけども、ちょっと待とっか。待ちます。で、これはデートいきます。生駒。はい。あと、生駒2回。疲れたのかな？で、マイベ。ウンティティの金属。すめ。あと2回金属は。うわぁ、すまねえ。すまねえなぁ。三好ばかり聞く？いや、それよりかは、モーギオーレをちゃちゃっと済ましたいんだよな。きついんだよなぁ。これ行こう。1個前行きます。最後は、臨床はいらないよ。臨床はいらない。そして、済ませろ。意外性。ネクス済まない。おっと。井戸端。ウンティティ終わってないのに井戸端来ちゃったよ。マジか。あれ、ウンティティ終わってないよね。このタイミングで来ちゃう。来ちゃうか。マジか。おっと、しかも、微妙なものが残ってる。ああ、どうしよう。どうしよう。もう一旦待ちます。いいです。待ちます。で、イコマちゃん、いやー、キドリちゃん行っちゃいます。キドリちゃん行っちゃいましょう。で、スタミナ振っておきましょう。はい、キドリ行きまーす。で、これは、フィジカルモンスター。もちろんフィジカルモンスターもらえてきます。はい。はい、オッケー。さあ、前で。お、回答キット動いてなかったか。危ねえ。前で進んでね。はい。さあ、前で。うわぁ、来ない。ちっとやべえぞ。で、三冠も取れるだろ。で、これが、三好ばかり今日終わらすだろ。で、あと、どうせ意味なく待たなくてよかったか。目入れやって、種まきにお任せでも行こうか。はい、これでいきまーす。はい。そして、相原復帰させとこうかな。ありだ。復帰させようか。はい。で、これで OK で、相原復帰させます。練習後イベント来いよ。うわ、来ない。マジで？それちょっときついよ。で、技術精神もらってきます。そして、前部動け。動いて。OK、ミーナ。ミーナじゃないけどな。ミーナと福井部1回。で、ウンティティあと2回金時部あるからね。ちょっときつい。じゃあ、イコマちゃん、行きましょう。はい、イコマもあと1回。まあ、イコマの評価はね、全然足りるはず。あと、相原1回来ない。はい。で、これで OK。で、山主。カバー。はい、OK。あ、俺これ、微妙なことしてるな。ダメだ、これやらない。やらない。生駒ちゃんのデート行っとこう。生駒のデート行っておきます。はい、生駒のデート。これでデートは終わりです。ここからちょっと短縮狙わないといけないかもな。はい。はい。7、6、5、4、3。まあ、山の主。生駒で行こうか。奪還別にいらないんだよな。奪還も持ってるから。それならこれで行って、根性骨欲しい。で、あとは何行く？
2ターンで終わるもの行きたい。2ターンで終わんねえんだよなぁ。後で足引っ張りそうだから。この、まあこれはいいとして。じゃあ3ターンで終わるもの行こうか。飛びたにお任せ。で、あとは、種まき、ハヤテにお任せ。で、小松菜だっけ？キイチゴか。キイチゴ行こう。はい、これでいきまーす。で、アイハラちょうどいいね。イカマちゃんの短縮来ないかな。来ないだろうな、アイハラだろうな、来ても。はい、やっぱり。まあ、しょうがない。おっと、前部が進まない。前部が進まないぞ。ちょっとやばいぞ。まあ、監督の評価上げとこう。はい。で、しっかり前半後半。で、スタミナも上げといて、パワーも上げといてと、スピードも上げといてと。はい、これでいきます。はい、行きましょう。はい、終わりましたね。まあ、あと少し、やっていきましょう。で、前部進め、前部。前部あと一回。あと一回なんだ。進めてよ。あー、すまね。やばいぞ。で、これは牛行。まずこれ行こうか。まずこれ行って、いや違う。こっちだな。さっきこっちだな。うん。奪還のコツはいらないけど、ポイント多いし。行って、うん。で、回復させて、短縮もないしな。短縮もないし、臨床行ってもしょうがないし、いや、メンタル行きます。はい。で、マイベ、来い！ウンティティ！ウンティティ来てくれ。さあ来い。さあ来てくれ。来た。で、成功でしょう。はい、オッケー。守備職人、ゲットです。で、バイオマス終わらせたい。バイオマス終わらせたい。全力で終わらせていきます。残り2ターンだろ？ 2 ターンだから小松菜は作れるけど、そのまま作れない。まあいいや。はい、では。イコマ。イコマ、矢部坂、種まき、飛びた。イコマ、行きましょう。イコマ行きます。さあ、短縮。短縮、カモン。さあ、来い。ああ、来なかった。あ、最後のイベント終わりましたね。ありがとうございます。で、チームワークで勝負。はい。で、これでもう、いけるものはないですね。いけるものはないです。いいです。まあ、牛行ぐらいあと一回行きたかったかなってぐらいですかね。で、彼女的にも問題ないから OK ですね。で、これは次のターン使うとして、まあ、テクニック。はい。で、お疲れ様でした。はい。はい、バイオマス、ナイス。で、食っていく。はい、まあ、とりあえず、あとは、どこ行こっか。スピードでいいかな、臨床、足りるよね。パワー101したいですね。フィジモン。あ、待てよ。結構筋力と臨床危なくない？じゃあ、とりあえずこの辺振ってから判断はしましょう。あとね。あとの判断はします。で、技術精神結構取れてますね。コーチングと司令塔あたり取っとく？ありだけど、まあ、とりあえず、これいって、まあ、次の試合では、振っといた方がいいか。まあ、食って、コツか、コツ。イコマちゃんのコツありなんだよな。でも意外ともう取っちゃってる感はあるから、打てていこうか。はい。抹茶。まあまあまあ、いいでしょう。で、伸びしろ国際高校、やっていきたいと思います。そして、最後、何か振っていった方がテクニックはシーンにしとこう。そして、
そしてマッチアップでしょ。で、コーチング、司令塔。まあ、これぐらいでもいいかな。はい。はい、終わりました。ラスト1試合、やっていきましょう。うん。で、あと、意外と敏捷が足らなかったり、いや、しないか。足りるよね。うん。最後、怪盗キットで、まあ、145。で、相原で120。で、気取りで92。そこだけで357。で、試合で150くらいもらえるから、500は入るんですよね。敏捷はいいか。いい気がする。はい、では、ここ行きましょう。はい、終わりでーす。では、しっかり前半、後半行きましょう。これ、技術精神溢れないよな。ちょっと振っとこっか、怖いからね。はい、これで行きます。行きましょう。はい、終わりましたね。さあ、最後、振っていきましょう。まあ、センス丸はつかなかったんですけども、金卓すべてをいただいております。うん、問題ないね。なかなかいい感じにことは運びました。で、怪盗キットも5回踏めてるからね。ありがたいです。で、これでなかなか使える天才のセンターバックできたのかな。はい。いいな、空中戦。で、キドリちゃんカウント。あ、そうだ、イコマちゃんももらえるんだ。忘れてた。イコマの経験点忘れてた。全然余裕だ。敏捷余らないよね。はい。では、12,978 点、振っていきたいと思います。ねえ、筋力もね、できれば、パワー101にしたいんだよなぁ。パワー101にできっかなぁ。できなかったら諦めます。ねえ、技術系だろ？空中戦、パワーは無理だな。無理だ。諦めー。で、技術系が、意外と技術が余ってる。テク増えてんな、結構な。ワンタッチ、トラップ。で、ラッキーボーイ取ろうか。ラッキーボーイ。で、精神だろ？精神。精神は何がいいかな？何がいいんだろう？PK とかは悪くないな。PK とか悪くないよ。PK 取るためには13、13か。13、13ね。あと1個取れば。根性でもいいけどな。根性いっちゃってもいいけども、こっちの方がいいかな。ああ、決定力はさすがに見ようか。うん。さすがに微妙か。まあ、これでいこうか。これでいきます。はい。はい、これで終わりましょう。いいですね。さあ、どれぐらいいったかな。パワー101にしたかったけど、できませんでした。まあでも、なかなかいい選手ができたのではないでしょうか。はい。US 星 1? ぐらいかな。 US 星 1! はい、第一ふるさと高校でもね。うん、天才使えばこれぐらいいけます。1、2の3の4の5の6の7、8、9。9個。金徳9個。金徳10個サクセスね。やってもいいんですけど、デートいけないんですよね。うん。なので、多分、9個サクセスの方がいいとは思います。はい、本日は、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったな、と思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。